はい、それぞれいかがだったですか。いやね、はい、ほんまにね、はい、今田がそれ真似すんだよ。なんだ今の。今の真似だったの。わかんないぐらいだ。はい、うわ恥ずかしい。もう高いトーンから出ないといけないですよ。そうですできないな、はい、いやほんまにね、はい、絹代さんの引きはねまだ引っ張ってた強かったですね。いやいや絹代さんの押しもすごかったですよ。グイグイとね、はい、今回はですね、まあ、うちの奥さんを、ね、はい、後ろから押してきた場面が多かったんですけど、はい、新しい技としてね、はい、嫁押し出しという嫁押し出し、はい、嫁じゃないでしょ、妻押し出し妻押し出し押し出しが習得しましたね、はい、鬼押し出しってとこあんのよ。あ、そうなんだ、はい、それちょっとありますよね、はい、そうそうそう軽井沢の、そうそうそう、はい、それに合わせて嫁押し出した、はい、なるほど、ちょっと楽しかったですね、はい、いや私は本当に自分で走った目標が、はい、多分60キロくらいずっと走ってましたね。もっと走ってましたので、はい、もっと走ってる、今すごく元気なんですけど、はい、いやもうほんまにね風が強かったので、はい、またほんまに言うてちょっとはい、なんか予想外だと思いました。こんな風があるとは思わなかったので、はい、バテました、はい、でも楽しかったです。はい、余裕があるってこんなに楽しいんだなと思いました素敵な発言だ、ね、押されて走るっていいですね。どうしたの3年後に、ね、はい、余裕がないってこんなに大変なんだと思って軽快に走ったすごいよ。坂本君何を目指してんですかねでも今中先生に怒られましたね。毎年早くなってないし、うわほんとはもうなんでここで暴露するいやもう本当に今年は私4回参加させていただいてて、こんな風が吹いたことがなかったのです。ないよね、本当強くてね、こうぶれてしまうぐらい強かったので、かなりそれで体力を消耗されたのと、割となんか上り坂が2倍ぐらい大変だったので、結構ね、やっぱり今日学んだ教訓としては前半頑張っちゃいけない頑張らないとダメじゃん。今中さんは楽しかった、はい、前半は抑えながら行って、うん、大丈夫だなと思ったらスピード上げていく、うん、まあね、それはそうなんですけどね、まあ僕ら追いつかないといけないところもあるんで、ね、100マイル走んなきゃいけないし、ね、そうですけどね、頑張りましたけどね、頑張りましたけどね、もう今中さんにもご迷惑をかけて、今中さんじゃあ行きますって言った時の笑顔軽やかでしたね、風のようにあ見えなくなっていく、でもね、本当に毎年ね、違うじゃないですか、うん、やっぱりいろんなね、気持ちをやっぱ持ち帰ることができるんで、それが良さですよね。今回は風に悩まされた、うんうん、今年はまあ風が強かったと気温が低かったので、そう、走りやすかった、そうですね、確かに確かに、そうですね、昨日の方が暑かったですよね。だからね、こんな今風吹いてる、でも今気持ちいい、もうさらっとしてるですね、この風がね、うん、そういう意味ではあれが追い風でさえやってくれればもうパーフェクトだと、ずっと追い風っていうのはないの、ね、ないんで、今日ずっと向かい風だったんで、ね、方向転換しましたからね、風もね、いつも帰りもね、風ちゃんの、まさに風の太陽の風みたいなもんですね、はい、そうね、ただまあ景色も綺麗だったし、いろいろ楽しめたので、ねえ、うん、でやっぱり落車がね、同じところで落車なんて言いました、そうなんですね、そこはね、火を教えないといけないですね、ニャンパラリの話は火にゃんぱらりの花、火にいっぱい持ってきます今回ね、にゃんぱらりの花でね、そそしかしね、同じポイントで何台も落車してるから、あそこやっぱ危険ですよね、うん、そこは今後、例えば来年、うん、走る人のためにもちょっと、うん、インフォメーションしてもらってください、どうですか、うん、ねえ、ほんとに、まあ、でも何はともあれ4人とも1分マイル完走したということで、よかったですね、はい、はい、お疲れ様でした、ほんとに、ほんとに、ほんとにレゴンの皆さんにもほんとに皆さんに、はい、走り終わるとなんでこんな気分いいんだろう、ね、全然もうほんと一周いけるって思うぐらい、ほんとにもう一周いけるぐらい、もうライト終わっちゃってるんで、はい、今だから言える、そうです、今だから言えるね、
いやーよかった、まあ、うん、きっとね、みんな美味しいお酒がこの後飲めるじゃないですか、はいはいはい、ご飯を スタッフに切りもどうなったなあ、食べたい途中で、ご飯がやっぱ食べたご飯が食べたかった。セブンイレブンで太巻き買ってたの1個いただいたんですけど、めちゃめちゃ美味しくて、日本万歳って思いますね。我々はね、日本食ですね、はい、それも分かりましたね。はい、じゃあ今からね、一緒に食べていきましょう。はい、はい、じゃあ、お疲れ様でした。